カンカン。所注意。並びにクレジットのこと。諸話へと表紙に、由来あり。室町足利ランキング。書籍になった、足利氏たち。どうもです。妹です。好きな足利氏は足利忠義です。わけのわからない兄に振り回されるところに、共感を覚えます。どういうことかな。お姉ちゃんです。好きな足利氏は、剣豪将軍。足利義輝です。この姉、時に万人恐怖。どういうことかな。まあそれは一度置いておいて。置いておかれた。前回の自動車になった戦国武将ランキングに続いて、今回もランキング企画です。今回は室町足利ランキングです。で、この企画需要どれだけあるの。お姉ちゃんのフォロワーさん、久保様とか関根とか半将軍とかいらっしゃるから大丈夫。どんなタイムラインだ。室町沼の住人は優しいからきっと大丈夫。信じているので広めてやってください。では今回の集計方法を説明しよう。説明しよう。まず版元 .com で足利と検索。126件ヒットしました。その中から室町期の足利氏に関する書籍をピックアップ。一つずつ。もちろんです。そうして選出されたのは次の18人です。重藤、吉輝、高橋、吉光、吉明、吉政、忠義、吉春、吉之、吉種、持氏、三金、無事光、吉明、忠冬、吉則、元氏、吉粒。以上18人になります。室町殿の18人だね。鎌倉公方もいますよ。あれ、吉明は。吉明はいないの。今度は吉明の方が忘れられちゃったの。吉明は足利でも吉明でも原作にヒットしませんでした。将軍なのに。吉久や吉木、吉和に吉住などなど個別に検索しましたがヒットしませんでした。じゃあさっきの18人で決まりなんだね。その18人の名前を個別で検索して、名前がタイトルに含まれる書籍の数をカウントしました。タイトルに複数の人名がある場合、両方をカウントします。学術書だけではなく伝記、小説、コミックも対象としました。その人物の名前が入っていれば OK なんだね。吉則と検索したら、進歩主義教育とか教育関連の本がたくさん出てきて除外するのが大変でした。吉政も大変だったんだよ。自由主義政策とかもヒットするし。吉和に至っては量子コンピューターと量子力学だけで将軍は出てこないし。地味に頑張って作ったので楽しんでもらえると嬉しいです。ではランキングの発表に行ってみよう。というわけで室町足利ランキングいよいよスタート。ベスト10形式ですが、10位が3人います。ランク外の8人。これは熾烈な戦い。10位は登録冊数2冊です。関東の情勢は複雑回帰なんです。第10位、1人目はこの方です。じゃん。第4代鎌倉公方、足利持氏。誰。関東で影響の乱を起こした人物です。それもあるけど、画像内のどの人物。右上の赤い着物を着てお腹を出して切腹しようとしている人物です。なんでそんなシーンを選ぶの。肖像画とかないの。じゃあさ、本の表紙は。潮気濁が出ている表紙がありませんでした。第10位は鎌倉公方、足利持氏でした。この企画本当に大丈夫なの。続いて第10位の2人目です。歴代最長の将軍就任期間を誇る将軍です。第10位、2人目はこの方です。じゃん。第4代将軍、足利義持。すごいもみあげだね。まあやっぱりそこに目がいくよね。歴代最長なんだ。4代ということは義満の子供。文化人としても知られ、国宝に指定された氷炭図の発案者とも言われています。氷炭でナマズを捕まえる公案外にしたものだね。義満の長男で、義満存命中に将軍位を譲り受けています。気苦労の絶えなさそうな人だね。その通りでございます。というわけで第10位の2人目は足利義持でした。それでは第10位の3人目に移ろうか。今度は知ってる人だといいな。第10位の3人目は九郎大樹将軍。第10位の3人目はこの方です。じゃん。第11代将軍、足利義晴。戦国戦で見たことあるよ。あと日本最古のメガネの所有者だよね。そう、それは知らなかった。
信長の野望の最新作にも出てたよね。実況動画を見たよ。京都を忍びても再び舞い戻る不滅の国号です。第10位の最後は第11代将軍足利義晴でした。ここまで全然予想のできない順位だね。できるか。ではランキング7位に行きます。第7位の登録冊数は3冊。室町将軍の中では近年知名度が上がってきていると思います。第7位はこの方です。じゃん。第6代将軍万人恐怖足利義教。もっと上位に行くと思ってた。すっかり鴨の子のイメージです。くじ引き将軍ってあだ名がすごいね。先代が後継者を指名しなかったため真意に選ばれて将軍になりました。絶対コンプレックスになるよね。個人的に母性本能をくすぐるタイプの公方様です。恐怖の独裁者のイメージがあるけど、そういった一面があることも否定しません。功罪ともにあるよね。徳川綱吉と評価が似ちゃうのかな。評価を断定するのはまだ早いかな。第7位は足利義教でした。次は第6位。第6位は登録冊数5冊です。この人も大変な苦労人です。思わず同情したくなる。第6位はこの方。じゃん。三条殿足利忠義。逃げ上手の若君いいよね。将軍以外では最上位です。官能の上覧ブームも来ていいよ。読んだ和歌が直線和歌集に採用される歌人でもあります。高氏と2人で登場するパターンも多かったです。やっぱり兄弟はいいよね。兄を支える弟、これは押せます。弟の苦労、兄は理解しきれてないんだろうな。というわけで第6位は足利高氏の弟忠義でした。この辺りまで来るとだいぶメジャーになってきたね。では第5位に行く前にランキング外の方々を見ていきます。残りの8人はこちら。じゃん。初代鎌倉公方足利元氏、2代目鎌倉公方足利氏光、3代目鎌倉公方足利道兼、5代目鎌倉公方にして初代鎌倉公方足利重氏、4代鎌倉公方足利持氏は10位にランクインしています。書籍の出ていない足利将軍もいる中で恐るべし鎌倉公方さん。その実はだね、こういう書籍があって、田辺久子先生の関東公方足利氏4代元氏氏光光兼持氏吉川公文館さんです。この一冊で4人分カウントされています。でもルールにはのっとっています。すごいのは田辺先生だったのか。あとは10代将軍足利義胤、お弓符号足利義昭、それと足利忠冬と足利義次、誰も知らないんだけど。大丈夫だ、問題ない。というわけでランキング外の8人でした。じゃランキング5位に戻るね。ここからは割とメジャーな将軍たちが続きます。第5位は再評価が進んでいるのかいないのか。登録冊数は6冊。第5位はこの方です。じゃん。第8代将軍足利義政。銀閣寺の子だ。応仁の乱のキーパーソンの一人でもあります。木の富子の旦那様だね。東山文化についての史跡も多かったね。教科書に絶対出てくる将軍だね。というわけで第5位は足利義政でした。せっかく日野富子の名前も出たことだしさ、ちょっと気にならない？日野富子がどうかしたの？日野富子がどれくらい書籍化されているか、そして義政とどっちが多いか。まあ気になるけど、さすがに将軍だから義政の方が多いんじゃないかな。気になったので日野富子も集計しておきました。さあ気になる結果は。ちょっといきなりなんですけど、結果はこちら。じゃん。足利義政登録冊数6冊、そして日野富子登録冊数8冊です。日野富子すごいや。8冊は第4位と同数になります。大抵の足利将軍に勝てるレベル。小説も複数あったのでそれも強かったです。というわけで番外編書籍になった日野富子でした。ランキングに戻ろう。次は第4位だね。第4位は大河ドラマでは癖のある方が演じることが多い将軍です。登録冊数は8冊。日野富子と同じ冊数なのはこの方。じゃん。室町最後の将軍足利義昭。調子も癖が強いよ。肖像美も強いね。さすがはお手紙将軍。信長様と絡むと注目度は上がる気がします。最後の将軍だけど悲劇度がなんとなく低く感じるのは人徳かな。どんな人徳？というわけで第4位は第15代将軍足利義昭でした。まあ
足利義昭が4位にランクインする動画ってそうそうないよね。多分唯一無二じゃないかな。他のところと違うオリジナリティがあるのはいいところです。足利氏のランキングはオリジナル企画じゃないけどね。だって見たかったんだもん。正直でよろしい。さてと、次はいよいよベスト3です。正直、ご視聴いただいている皆様も大体予想がついていると思います。その答え合わせをすることも、トップを取った推しを見ることも楽しみだと思うので続けましょう。第3位は、登録冊数14冊です。4位からはだいぶ増えました。私の推しが来たぞ。室町足利ランキング、第3位はこの方です。第14代将軍、足利義輝、剣、ご、将、軍。また、すごい表紙持ってきたね。義輝様は、小説やコミックの登録冊数は群を抜いています。それだけ、絵になる、物語になる将軍なんです。聞き流してやってください。言い方、ごめん遊ばせ。ともあれ、第3位、おめでとうございます。ありがとうございます。第3位は、第14代将軍足利義輝でした。もっと話したいけど、今回はこのくらいで許してあげます。それでは、第2位です。登録冊数は16冊。多分、予想している人で当たっていると思います。第2位の方は、こちらです。じゃん。第3代将軍、足利義満。肖像画の安定度はナンバーワンだと思います。長所も短所も、振り幅が大きくて楽しいです。金閣寺の人、義輝様には及びませんが、小説や漫画にも結構登場しています。一級さんにも出てるしね。なんだかんだで一番身近な室町殿だったりするかも。ネタに困らないお方です。というわけで第2位は第3代将軍足利義満でした。いよいよ第1位だね。第1位はもちろんあの方です。登録冊数は22冊、圧倒的な強さです。室町足利ランキング第1位はこの方です。じゃあ初代将軍足利高氏。やっぱり高氏だよね。最初から予想できてたけど、改めて発表するのも楽しいです。昔の肖像画も出したいな。あっちの肖像画で馴染んだしね。あと電気など自動車も割とあります。まあ諦めない不屈の人だからね。いいの？今度図書館で借りて読んでみようと思います。近年の自動車での高氏のイメージ気になるね。あと京都だけではなく関東も、九州にも行ってるしね。最近だと逃げ上手の若君の影響で知名度が上がるかも。あの何考えているのかわからないところ好きだよ。やっぱり悪役で輝くと思います。ランキング1位になんてこと、ごめん遊ばせ。ともあれ、以上10名室町足利ランキングでした。執筆様、出版社様、版元 .com 様、今回もありがとうございました。ここまで見てくださった皆さんもありがとうございます。今回の感想としては日野富子は強かった。まさかの吉政声だからね。これが嫁の方が目立っているなんですね。すいませんすいません。あとは忠義と義則がもっと上位かと思ってました。義昭が意外な強さを見せたよね。あとは他の将軍たちの知名度アップを願うのに、義昭は遅いよ。義昭前と後ろのキャラが濃すぎるがゆえの響きです。笑えないな。皆さんの推し足利はどうだったでしょうか。それではこの辺りで。チャオ。発表終わったよ。お疲れ様でした。ご清聴ありがとうございました。今回から私たちの読み上げのスピードを若干速くしたんですよ。聞き取りやすくて少しでも自然な感じになってるといいな。それから次回も書籍になった人物のランキング企画です。乗るしかない、このビッグウェーブに。というわけで次回もこんな感じです。だから今後ともですね。せーの、よろしくお願いします。視聴回数とか本気で不安なんだけど。ぜひもなし。次は義昭を押そうよ。義昭ら押しだったのか。